日本企業って次世代リーダーを選ぶのが、まあ、結構遅かったと思うんですけど、世界的に見るとやっぱり若い経営者ってどんどん出てきていますので、やはり日本も若い経営者、若いリーダーを作っていかなければいけないんじゃないかという問題意識があるんだと。今やっているその部長層からではなくて、もっと早いタイミング、例えば課長になられる一歩手前だとか、そういったところからトレーニングを始めるべき。この30代のために、まあ、ある種作ったとも言えるのが、ね、はい、アドバンストビジネスリーダーコース、この ABL っていうものなんですね、はいはい。これからの経営幹部育成に必要な要素、やはりこうタフアサイメントが必要だということ。30代前後でそういったタフアサイメントのような厳しい経験をすることで、こう非連続な成長を促す必要があるだろう。若い時にこれに選ばれたらやっぱ嬉しいですよね。そうです。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。注目のゲストをお呼びして、キャリア、事業内容、ビジョンを深掘りするアンドトーク始まります。今回は次世代リーダーに必要なタフアサインメントをテーマに、日本能力協会の提供でお送りします。それではゲストのご紹介です。日本能力協会経営人材革新センターグループ長、鈴木優馬さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、3つのパートに分けてお話を伺いたいと思います。まず1つは、この JMI とは何かというところをまず伺ってですね、2つ目に ABL、 これアドバンストビジネスリーダーコースというものがあるそうなので、そちらについて、はい、そしてその具体的な研修内容について3つ目にお伺いしたいと思います。はい、まず最初に、まあ、あの JMA ということで、日本能力協会というワードは聞いたことある方多いと思うんですけど、 JMI っていうのはどういう意味なんでしょうか。はい、これはあの JMA マネジメントインスティチュートという名称の略称が JMI ということになっています。あの1990年に開校した次世代の経営者を育成する研修のプログラム群、これのブランドの総称が JMI ということになってございまして、現在約5800名 の、 あの経営者の方を輩出しておりまして、まあ、日本それから海外でご活躍いただいているという状況です。あ、歴史があるプログラムなんですね。そうですね。はい、これどんな卒業生の方々がいらっしゃるんですか。はい、例えばですね、ブラザー工業の、代表取締役社長の佐々木様ですとか、あとは株式会社日例の代表取締役社長の大串様、まあ、こういった方たちを輩出してございます。はい、なんか今ってリーダー育成とかさらにニーズが高まってるんで、はい、さらになんか人気が出てそうですよね。そうですね、やっぱり経営者育成っていうところは、あの各企業様、人的資本経営っていうところの流れもあってですね、非常に力を入れているところであるかなというふうに考えてございます。あ、はい、これまあ次世代リーダーってまあいろんな定義があると思うんですけど、はい、御社としてはどういうふうに定義されてるんですか。はいはい、JMI の中では経営者に求められる5つの資質というものを定義してございます。1つ目が社会を変える明確な理念と実行力を有していること。で、2つ目が未踏課題の創造的克服に挑むということ。で、さらに3点目が多面的視察と洞察力を有している。で、4点目、大組織を率いる指導力を発揮するということ。で、5つ目が、これが最も大事だと思うんですが、やはり人間的魅力ですとか倫理観、まあ、こういったものが経営者には求められるんではないかなというふうに考えています。はい、これだけ満たすの大変そうですね。ですね。はい、なかなかいなさそうな感じがするんですけども。はい、あ、分かりました。そしてこれ、まあ、リーダーって、まあ、あの年代とかもあると思うんですけど、はい、どんな感じで年代的な分布って考えていけばいいんですかね。はいはい、あの JMI の中では、はい、主にその、まあ、部長層前後の方たちが受講する研修というのがいくつかの種類あるんですけれども、はい、今回日本能力協会の方で、日本の大手企業の人事部門の責任者の方々に集まっていただいて、これからの経営幹部育成に必要な要素というのをご議論いただきました。で、その中で言いますと、今やっているその部長層からではなくて、もっと早いタイミング、例えば課長になられる一歩手前だとか、そういったところからトレーニング始めるべきなんじゃないかというご意見が多数出てきているということがございます。はあ、はい、課長の手前ってことで言いますと、こちらで、まあ、図で出てますけど、はい、もう30代、そうですね、もう前半ぐらいから理想的と、はい、30代から取り組まれるのが理想だと。ただ現実が今ここまでなかなか行っていないので、はい、取り組むべきであろうというご意見が出ているというところですね。以前よりも日本企業って課長になったり管理職になる年代もちょっと上になってますよね。そうですね。はい、だからそこをあの世界的に見るとやっぱり若い経営者ってどんどん出てきていますので、やはり日本もそのグローバルで戦っていくにあたっては、やはりこう若い経営者、若いリーダーを作っていかなければいけないんじゃないかという問題意識が多分あるんだろうなというふうに思ってます。はあ、はい、そういう意味でここに、ね、理想的な開始時期って書いてますけど、この30代のために、まあ、ある種作ったとも言えるのが、ね、はい、アドバンストビジネスリーダーコース、この ABL っていうものなんですね。はいはい、今回この ABL がまあできるきっかけみたいなものってあったんですか。はい、はい、まあ、私ども日本能力協会で
大手企業のこう人事部門の責任者の方にお集まりいただいて、これからの経営幹部育成に必要な要素、これは何なのかっていうのを半年くらいかけてご議論いただきました。でその中で出てきたのが、一つのキーワードがやはりこうタフアサイメントが必要だということと、あとは若手層、30代前後でそういったタフアサイメントのような厳しい経験をすることで、こう非連続な成長を促す必要があるだろうということで、まあ、そういったご意見を反映してこの ABL が作られたという背景があります。ですので、まあ、我々能率協会はこういったものが皆様ビジネスパーソンに必要だろうということで研修を設計するんですけれども、この ABL に関しては我々が作ったというよりも、まさにこう産業界の人事部門の皆様の声を受けて作られたプログラムであるというのが特徴かなと思ってます、はあ、明日マーケットイン型で作られた、ね、ということなんですね、はい、これタフアサインメントが大事というときに、まあ、結構個社だけじゃできないもんなんですかね。そうですね、まあ、その人事部門の方たちの議論で出てきていたんですけれども、やはりそのかつてタフアサイメントでいうと、例えば海外の子会社に派遣するとかですね、そういったことを結構頻繁にやられていて、まあ今もやられているということなんですけれども、一つはその社員がこう減ってきている、つまりたくさんいる中でそういった方たちを派遣して、ある意味こうそこでうまくいかなくても次の候補がいるみたいなことがかつてはあったんですけれども、今はなかなか送り込んで潰れてしまってそれでよしっていう状況ではないということがあって、だとするとそういったこうある意味失敗というか潰してしまわないように、どういったタフな経験、タフアサイメントをしていくかっていうところは結構課題として持たれているなという印象だったので、だとするとこう研修の中でそれをやっていただくっていうのはいいんじゃないかなというのが一つで、あとはやっぱりその今言ったようにこう送り込むポジション自体もだいぶこうなんていうんですかね、事業領域をこう集中してコンパクトにしているという企業さんもあるので、かつてのようにいろいろと送り込むポジションがなかなかなくなってきているという背景もあって、こういった研修の場があるといいよねというお声が出ているのかなというふうに考えています。新しいタフアサイメントの仕組みをもっとシステマティックに必要な時代になったということなんですね、はい、ちょっとこの ABL についてお勧めいただいていいですか。アドバンストビジネスリーダーコースという、名称になっておりまして、ここに出ているのが JMI のプログラムの全体像になっております。で ABL は左下のところにプロットされているんですけれども、先ほど申したように今までどちらかというとこう上の階層、比較的まあ部長以上というところがの方が受講いただくコースが多かったんですけれども、まあ、今回 その各企業様のこうご意見を受けて、やはり管理職になられる手前、課長前後の方たちが受けていただく研修も必要なんじゃないかということで ABL 作らせていただきました。でかつキーワードであったタフアサイメントですね、これを研修の中で ある意味まあ研修ですのでこう守られた安全な環境なんですけれども、安全な環境の中でタフアサイメントの疑似体験をしていただこうというのがこの ABL になっております。安全な環境でタフアサイメントって、そうですね、一見矛盾しているようで、けどそこだから価値があるわけですよね。そうですね、はい、本当には危なくないと。そうですね、はい、そこがいいところですね。はあ、ここにある多流試合型ワークショップっていうのもなんか面白そうなんですけど、これどんなことやるんですか。はい、これはですね、1回あたり5社参加していただいて、で1社あたり5名のチームで参加していただく研修になります。で、それぞれのチームは、まあ、自分以外の4社の企業が参加しているので、自分以外のどこかの4社のうちの1社についての新しいこう事業であったりビジネスモデルみたいなものをこう提案して、でそれぞれ5社が自分たち以外の会社のそういった新しい新規事業の提案をする中で、まあ、最終的にはプレゼンテーションして順位をつけると、つまり参加した5社の中で、まあ、優劣というかですがつくような、まあ、そういう研修になっています。はあ、この会社を超えた枠組みってあまりないんでいいかもしれません、ね、いい刺激になりそうですね。はい、分かりました。このアドバンストリーダーコース、主にこれどういう方を対象にされてるんですか。まあ、やはりこの JMI のプログラム群に入っておりますので、将来こう経営幹部として期待される各企業から選抜された比較的若手、30代の若手リーダー候補の方たちっていうのに受験いただくことを想定していると。日本企業って次世代リーダーを選ぶのが、まあ、結構遅かったと思うんですけど、はい、最近ではこういう30代前半とかで、はい、この人はもう有望だみたいに選ぶ、そういった流れも生まれてきてるんですか。出てきておりますね、はい、でおっしゃる通りある程度こう経験を積まれて、ポジションが上がっていく中でこうふるいにかけていくっていうのが今までの日本企業の経営者育成の流れだったんですけれども、
やはりその経営環境の変化が非常に激しいので、なかなかその時間をかけて悠長にやっているっていう余裕も一方ではなくなってきていると。あとはやっぱりその働かれているその社員の方たちの意識もですね、こう年功序列とか終身雇用というのが崩れてきておりますので、ここの企業で、まあ、ある種こう定年まで勤め上げるっていうマインドが、まあ、だいぶこう崩れてきている中で、早めにこう大きなお仕事、大きなポジション、裁量のあるポジションにつけるかどうかっていうのも社員側から見た時の魅力になってきているのかな。今日若い時にこれに選ばれたらやっぱ嬉しいですよね。そうですね、ね、はい、やる気出ますよね、はい、こういう流れはもういろんな日本企業で広がっているってことですね。 そうですね、はい、そういったニーズの中で生まれてきたと、はい、この ABL は特にどういう力を授けていきたいんですか。はい、うん、あのタフアサイメントっていうふうに申し上げたんですけれども、うん、今までの延長線上で、うん、前例踏襲で仕事をしていくっていうことだと、なかなかこう企業の成長ってこれから求められなくなってくると思うので、まさにその未踏課題を克服するだとか、今までにない事業領域を作っていくみたいなところがこれからのリーダーには求められるだろう。なのでそういったこう新しい価値提案をしていくにあたっての気概であったり、あるいはこうマインドであったりみたいなところをこの研修を通して掴んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はあ、普段やってる仕事の延長線上とか事業の延長線上じゃなく、はい、まあ、新規事業開拓とかそういうのにもちょっと近いところが、そうですね、あのつながってくると思いますね。はい、分かりました。ではアドバンストリーダーコースの狙いについて伺ってきましたけど、これ研修は具体的にどういうことをされるんでしょうか。はい、これは全部で、9日間研修がございまして、日本でやるパート と、海外、あのアメリカロサンゼルスで実施するパートに分かれています。まず最初にですね、受講者の方には、アセスメントを受けていただくんですね。戦略思考力アセスメントというものを受けていただいて、まずはその参加されている方それぞれがこう戦略的に考えられる姿勢とか態度があるかとか、あとは戦略的に考えるスキルがそもそもあるかっていう現時点でのアセスメントをさせていただきます。でその上でご自身のこう強みとか課題を認識して研修に入っていくという流れになっておりまして、まず最初に基本講座ということで、これは日本国内であの経営戦略だとか財務会計リーダーシップについて学んでいただく講座があります。その後、まあ、ロサンゼルスに行って、5日間のセッションがあるんですけれども、このロサンゼルスではですね、海外事業開発演習ということで、アメリカのマーケットに対して新しい事業を実際にこう事業計画を作って現地の経営者の方たちにプレゼンテーションするっていうセッションがありますので、まあ、そこに向けての準備というものも日本国内でやっていくということになっております。なのでタフアサイメントというキーワードが出てましたけれども、うん、まさにこのアメリカのロサンゼルスで、まあ、日本語が通じない環境で、あの現地のフィールドワークだとかヒアリングだとかを通してですね、で英語で事業計画のプレゼンテーションをしていただくっていうところが、参加いただく方にとっては非常にタフな経験になるんじゃないかなというふうに思っております。で終わった後に日本に戻って、実際にこの一連の取り組みでどんな学びがあったのかというところの振り返りをしていただくフィードバックのセッションもありますので、まあ、研修を通してご自身のこう、まあ、成長度合いだとか課題だとか、あるいはこれからどういうことに取り組んでいくべきかということがおそらく明らかになるんじゃないかなというふうに思っています。これ新規事業を作るのでもこんな短期間で作らされる経験ってないと思うんで、その意味でもタフってことですよね。そういうことです ね、 ね、まあ、仕事って何でも納期があると思うんですけれども、はい、これかなり厳しい納期で作っていただきますので、その中で何ができるかというのも一つタフな経験になるんじゃないかなと思います。どんな講師の方がいらっしゃるんでしょうか。はい、主任講師はですね、中央大学大学院の犬飼教授で、ロサンゼルスのセッションを担当いただくのがイグザイノベーションスタジオの、信原さんという方にご担当いただきます。なぜこのお二人をこのタフアサイメントのプログラムに選ばれたんでしょうか。はい、まず主任講師の犬飼先生なんですけれども、ご専門がイノベーションであったりこう新規事業開発であったりというところでございますので、まあ、今回の研修の中で言いますと、まあ、アウトプットというか最終的な成果物がアメリカのマーケットに向けた事業計画というところになっておりますから、その全体を見ていただくという意味では犬飼先生が適任なんじゃないかなということで今回ご参画いただいています。で信原さんに関しては、もともと日本の総合商社にお勤めだったんですけれども、アメリカにその後渡られて、で現地で起業された方です。
で現在アメリカを拠点に、コンサルティング活動をしているんですけれども、こういった日本企業が海外でビジネス展開するにあたって、どういった取り組みをしたらいいのかというところのご支援もされている方なので、まあ、アメリカのマーケットを熟知しているということ、海外に向けた事業計画を作るにあたっての実際のこうノウハウだとか、勘どころを抑えていくという方で今回アメリカのセッションを担当していただこうということになりました。最後の英語のプレゼンっていうのは信原さんに対して行うんですか？え、違いますね。信原さんはもちろん現場にいらっしゃるんですけれども、お越しいただくのは現地で実際に企業経営をされている、外国人の方もしくは日本人の経営者の方っていう方たちがお集まりいただく想定です。あとは日本国内で、財務だとかリーダーシップ、こういった講座もあるので、ここは日本能力協会コンサルティングの戸張さんであったり、株式会社クレーネの宮崎さんという方たちが入っておりまして、お一人の方が担当するというよりは、まあ、テーマだとか、セッションごとにさまざまな講師の方から学びを得ていただける、そういう構成になっています。これどんな9日間ってかなり短い間に凝縮されてますけど、どんなスケジュールで進むんですか？はい、まず基本講座がですね、3日間ですね、3つのテーマあるんですけれども、それぞれ日本国内で1日ずつやっていくと。で、アメリカロサンゼルスの海外事業開発演習、これはまあ都合5日間ですね。5日間の中で現地のフィールドワークであったり、あとはプレゼンテーションの準備であったりっていうのをして、まあ、最終日に実際に現地の経営者の方にプレゼンテーションをして帰ってくると。でその後全体のまとめフィードバックのセッションが日本で1日あって、ここで先ほど申し上げた全体の研修の振り返りをしていただくような、そういう構成になっています。でこの9日間というのが非常にコンパクトというお話があったんですけれども、これも先ほどの日本企業の人事の方たちのご意見で、こういった若手リーダー育成に関してはあまり1年とか半年かけて長々やるよりもなるべくコンパクトに研修を組みたいっていうご意見がありましてですね、で、まあ、絞りに絞ってこの9日間に集約したというのが、まあ、背景にあります。はい、ブートキャンプみたいな感じですね。まさしく、はい、これ私9日連続でやるのかと思ってました。ちょっとばらけてるんですね。したら勉強する時間あるんですね。ああびっくりしました、はい、さすがに9日連続でやると、ね、はい、大変ですよね。わかりました。これなんでロサンゼルス選ばれたんですか？一つはやっぱりそのマーケットとして、はい、まあ、アメリカで通用すればグローバルで通用するみたいなところがあるというのと、アジア圏での海外研修というのも考えたんですけれども、まあ、比較的出張ベースとかで行かれているケースもあって、アメリカロサンゼルスってなりますとなかなかそもそも行ったことがないっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと。やっぱりその今まで経験したことのない経験をしていただきたいというところで選ばれたと。今後アフリカとかでやっても面白いかもしれませんね。将来的には将来的可能性あるかもしれない。行ったことない人が多いかなと思いますね。はい、だからこういった中で、まあ、タフアサインメントっていうのが特徴だと思うんですけど、はい、特にどういうふうにこのタフアサインメントっていうのを、まあ、設計されてるっていうか、どういうふうにそれを感じさせるように、まあ、海外でやるっていうのが大きいとは思うんですけど、はい、どういうふうに設計されてるんでしょうか？はい、一つポイントとしてですね、やはりその我々の研修ってどちらかというとこう、まあ、快適なというか、学びの環境を提供するというコンセプトで今までやってきてるんですけれども、この A ビルに関して言いますと、まあ、育てるというよりも育っていただくというか、成長したい方が成長できる場を提供するということが大事だなというふうに考えておりまして、だとすると我々であれこれを前立てするというよりも、ある程度ちょっとこう放っておかれる環境というかですね、自分たちで考えて行動しないと問題が解決しないみたいなところの環境を意図的に整えるということが大事だなと思って、設計しているっていうのがあります。はい、それじゃあ安全性はあるけれども、基本は、まあ、いい意味での放任というところ で、 そうです、ね、あなたたちが自分で動かないと何も起きませんよっていう感じでもあるわけですよね。はい、そうですね。はい、何でもコーディネートしてあげてみたいな、はい、ツアー旅行みたいな感じじゃないわけですね。そうですね。はい、そういうのってありそうではなかったんですね、今まで。そうですね、今までもいわゆる海外の視察みたいなところをしていただくような研修っていうのが、まあ、あるんですけれども、これはあえてそこは外してですね、はい、タフアサイメントをしていただくためにあえて自分たちでこう自主的に動くというところを、意図して設計しています。はい、分かりました。これどういう方に特に参加していただきたいんでしょうか？やはり将来の経営者、経営幹部候補を目指したいと思われている若手のリーダーの方たちですね。なので、会社から言われて
参加するっていうケースももちろんあると思うんですけれども、やっぱりこのプログラムを見て自分が参加したいと手を挙げて参加していただけるような方が数多く集まっていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。これを経てどういうふうに変わってくださるのが嬉しいというか望むところなんですかね。まあ、終わった後に今までとは違う経験を求めて違うポジションに移動して、そこで新しい価値を作っていくみたいな、そういった動きが出てくるといいんじゃないかなというふうに思ってますね。海外赴任も含めて。これなんかチームを組んでやるってことなんですけど、はい、横のつながりなんかも生まれやすいんでしょうか。そうですね、やっぱり、はい、まあ、9日間という限られた研修期間ではありますけれども、うん、当然ながらその事業計画の準備の段階ではオフサイト、研修以外のところでも多分チームでいろいろ議論する必要があるんだと思うんですね。でそうするとやっぱりそのメンバー同士のつながりっていうのは深まっていくと思いますので、研修後のこう同期のつながりっていうのもおそらくできてくるんじゃないかなと思います。はい、3、4人でチーム組むんでしたっけ。そうですね、はい、3、4人です。全員って何人ぐらいで行くんですか。定員は20名で考えておりますので、まあ4チーム5チームぐらいできる想定ですね。はい、わかりました。ということでちょっと詳しい概要はこちら の、はい、概要欄にもリンクを貼ってますので、はいはい、興味のある方はぜひそちらを見ていただければというふうに思います。はい、どうもお話ありがとうございました。ありがとうございました。